近い？近くない？ごきげんよう、山口愛希です。今日は山口愛希のオリジナルグッズ紹介、イエーイ。はい、ということで、山口愛希新しいグッズが出来上がりました、イエーイ。ということでね、この今着てる T シャツもそうなんですけど、アナログマンどっかで見たことあるなと思う方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、最近ですね、ツイッターとかにちょっと上げて、私がこうデジタル的なものを入手したとしてもなぜかこうアナログになってしまうんじゃないけど、紙で書くことが多いみたいなツイートをしたんですよ。その時に、私アナログマンみたいな感じのことを書いたら、結構皆さんね、僕もそうです、私もそうですっていうコメントをねたくさんいただきまして、あ、やっぱり一緒やんみたいなところがありましてね。で、なんかアナログマンってなんか響きいいなと思って T シャツ作ってみました。どうですか、じゃん、この感じどうですか、どうですか。でね、今回ね新しくグッズを作ったわけなんですけれども、山口愛希のオフィシャルショップに載せておきます、詳細は。で、この動画の概要欄にも、URL 貼っとくので、そこからぜひ見ていただけたらなと思うんですけど、この、T シャツの他にも何個か作りました。でもう一個だけ紹介したいと思うんですけど、ここでこちらです、じゃん、 2700T シャツです。この T シャツもね、今こんなんですけど、カーキーもあったりとか、白とかもありますね。白も作れます。これも結構ね、オーバーサイズというかちょっとデカめのサイズなんですけど、これ男性用なんですけど、 L なんですけど、私結構最近ダボっと着るの好きなんで、ちょっと L 大きめのを着たりとかしてるんですけど、これもね、2700ってどういう数字って皆さん思うかもしれないんですけど、そう、この国、我が国日本は2682年、今年ね、後期2682年ということで、もうすぐ2700年じゃないですか。でその時にね、みんな国民でね、みんなこう2700年をお祝いしたいっていう気持ちがずっと結構前からあって、でなんか結構2700っていう数字がすごく私好きで、啓発っていう形でもね、皆さん一緒にね T シャツ着てもらえたら嬉しいなと思います。もう2700ってあと少しですから、82、足して、あと20年ぐらいかな。で私20年後って言ったら何歳、30、40、50、50歳ぐらいか、まだまだ若いということでね皆さんもぜひですね、この T シャツ啓発の意味も込めてですね、2700年みんなでお祝いしたいなと思うので、ぜひぜひここにいただけたらなと思います。でね、その他のね、T シャツもね、ショップに載せときます。でよかったらそちらもチェックしてもらえたらいいなと思います。で、あやきロゴ T シャツもね、携帯見にくいかな、こんな感じでショップに載せときます。旭日のねロゴです。今紹介したアナログマンで、 2700T シャツはね、今紺とカーキー紹介しましたけど、白と、ちょっと白飛びしてんな、白と黒もあります。ぜひぜひご購入いただければ嬉しいです。やっぱりね、私はね、こう音楽でこう心の士気を上げていくっていうのもあるんですけど、やっぱりみんなでこうお揃いで着るっていうのはなんか嬉しい。やっぱりなんか仲間感あるというか、みんなで一緒にね盛り上げていこうじゃないかっていう気持ちも込めているので、ぜひぜひ、ご購入いただけたらなと思います。それと、もうほんまキンキンなんですけども、9月30日ちょっと待って、チェックするわ、チェック、この時間がもったいないでしょ。そうなんです、もったいないんです。9月30日に釜作りのライブバーで弾き語りライブ受けてしました、イエーイ。ということでね、皆さんぜひ遊びに来てください。で、人数がね限定なので、ちょっとね、もうそれ以上超えてしまうと入れないっていう状況が出てくるんですけど、毎月できたらいいなと思っているんですね。でもどうなるか分からへんからさ、今後さ、だからもう9月30日始めまして、でライブをしまして、で、後に考えていこうかなと思っています。で、予約とかもうもろもろ多分もうそろそろ
しだすんじゃないかなみたいなところなんですけど、まあ、本当にフラッと飲みに来ていただけたらなと思います。で、まあ、ちょっとね壁とかもね結構こう剥がれてたりとか、結構古いライブバーで、もともとなんかスナックやってたんかな。で、あの店主の方がお笑い芸人さんで、なんかすごくドキドキワクワクな物語がいっぱい詰め込まれてて、なんもここで歌おうと思って、ライブを決定しました。ほんまつい最近の話なので、そちらもねぜひ大阪の方はね遊びに来てください。また情報とかもまた、ネットと告知しようかなと思ってるので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで今回は山口彩希の、オリジナルグッズ新商品を、ご紹介しました。ぜひ皆さんとお揃いで行きたいなと思うので、ぜひポチッとしてもらえたら嬉しいです。お願いします、まあ、そんな感じ。あ、ちなみにこのアナログの T シャツの歌詞は私の楽譜をパシャっても上から撮ったものなので、なんかいろいろその軍艦マーチとか、なんかポチッと結構戦時歌謡メインでここに書かれてますけど、あの楽譜がね、私のキーでやってやれるからちょっとあの見にくいかもしれない。そんなもんですね。最近ですね、そのチャンネル登録者数が6000人いったということで、本当に皆さんありがとうございます。で、もうちょっと意識を上げてですね、1万人これ完全6ですけど、まあ、1万人登録者さんが集まれば配信ライブしようかなと思います。しかもその配信ライブも、あ、山口彩希晩酌動画みたいな、お酒飲んじゃってみたいな、みんなで乾杯しちゃってみたいな配信ライブをしようかなって考えてます。まあ1万人ね、まだまだやか、あと半分ぐらい、もっと4000人ぐらいか、今あと4000人ぐらいやから、もうちょっと頑張らなダメなんですけど、1万人になったらみんなと一緒に飲みましょう。はい、初めてのあやきと一緒に飲もう。はい、ということで今は全然シラフです、すいません。なんか私結構みんなに酔っ払ってるみたいな感じで言われるんですけど、酔っ払ってないです。もう私がこれいつも吸うやから、いつもテンション高いからこうなってるみたいなところがあるので、その辺もね見届けていただけたらと思います。とりあえず1万人頑張ります。はい、ということで今回も見ていただいてありがとうございます。それでは次の動画までまた楽しみにしててください。ちょろちょろね、いろんな各地行った時の動画をあげようかなと思ってます。まあもちろん音楽の動画もねしっかり撮っていきたいなと思いますので、そちらもよろしくお願いします。それでは今日も見ていただいてありがとうございます。山口彩希でした。バイバイ。